はい、おじいでーす。今日は、視聴者様から投稿いただきまして、それで、ズランツーは、犯行有利なんだっていうね。で、というか、高いフォースフィードバックっていうよりも、ダイレクトドライブの犯行ね。それを売りたくて売りたくてしょうがない、新しいタイアップのね。で、とにかくズランツーに引きずり込まれると最低に30万ぐらいは奪われるね。要はプレステ5でないとで高い1万円ぐらいソフト、ね、で半コンね、ここの部分だけでね、安いものでも7、8万ね、シェアリング買って、ペダル買って、で、シフト買って、サイドブレーキ買って、ね、で、それを取り付けるコックピットを買って、みたいなね、で、3名用意してなんてね、100万ぐらい買っちゃう。ね、で、視聴者さんが言うには、このコントローラー、こう、曲がり始めるときに、スティックだと、そのモーションセンサーを使ったとしても最初の初動がクイックすぎるので、だから犯行の方が有利なんだっていうね、コメントをセカンドチャンネルでいただきました。で、その感度調整っていうのがズランツーの設定項目にあるんだけど、で、おじいもしばらく前にその動画を出してるよね。で、調整ってなんかあんまりよくわからない調整で、合ってないようなものみたいな、まあ、変わらないわけではないんだけど、あんまり役に立たないっていうか、初代レースドライバーグリッド、360のやつでね、よくあれなんだけど、まあ、パッドにしてもこの空気ハンドルにしても、あの感度設定、あれすごい優秀なんだよね。で、まあ、思った通りの感度でいくんだけど、ズランツの場合ってなんでそううまくいかないんだろうなっていう、そのしっくりこないっていうか、でやっぱりハンドルを折るために辛くしてるっていう。で、あとそのみんなチュルチュルスピンしちゃうから、おじいは唯一の楽しみだったカート、コーナー曲がってパンタクシーで行くと、もううーっと重たくなっちゃうっていう。で、現象がカートやられたんかなと思ったら、すべてのマシンでその一回抜いちゃうとパワーダウンしてうーから行かなきゃなんないっていう、あれをやられてしまったっていう。ギアそのままでも下げようとも、もう一緒なんだよね。すぐパーンってやっても。で、あれって、チュルチュルなるから、それを防止のため、それって、アシストオフにしたらなるのはしょうがないじゃないの？何のためのいろんなアシスト機能があるのっていうね。だそこで抑えようとしてるのっていうね。ちょっと違うでしょうってね。ブーン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 って直線走ってこんなになっちゃうのがおかしいんだからおかしいだろうと思うんだけど、それでおじいはモーションセンサー派だったんだけど、それもダメってことなんで、おじいは前回の検証でね、じゃあハンドルと比べようっていうことで、で、このね、V900、まあ、V3 もあるんだけど、まあ、これで検証をね、プレスでやったよね。で、これは、パッドとして認識するんで、ハンデがないんで、だったらやっぱりパッドの方が早かったでしょっていうのを皆さんに、立証しました。で、今度は、グランツーリスモの公式ハンドル。これでやってみたいと思います。で、これはグランツーリスモのね、公式のハンドルなんで、ほら、グランツーリスモしてね。オフィシャルページで購入したものです。で、これでね、ちょっとやってみようかなと思います。まあ、スポーツの時にこれでちょっとカートを遊んでたんだけど、ちょっと久しぶりなんだけどね、よいしょ。まあ、唯一フォースフィードバックがついてるやつなんで、あともうみんなマイクロソフトのとか他のやつはもう処分しちゃったんで、唯一シェアリングは重たくなるっていうとこれしかないんで、で、おじいは重たくしないで遊ぶ人なんで、フォースフィードバックの機能がいらない人なんで、本来これ大嫌いなんだけど、
でもジュランツの場合はこれがないとお話にならないっていう、まあ、そういう仕様なんだよね結局ね。どうしよう、久しぶりだな。これあのなんかリサイクルショップだとなんか1000円ぐらいで転がってるよね、いっぱいね。これいくらぐらいで買ったかな、1万5000円もしないよね確かね、当時ね。本当まあ、グランツーリスモ公認なんでね、まあ、当時悩んだんだけど、まあグランツーリスモ公認なんで一生もんだろうなと思ってね、であの思い切って買ったんだけど当時ね、うん、であれこれちょっと待ってよ、延長コード探さないとないかな、ちょっと待ってよ、届かないよなこれ、あギリ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 届くなこれよ、あ、ギリギリ届く、ギリギリ届いた。で、電源、よし。電源入った。これで、あ、起動した後だとダメなんだか、認識しないんだか。一回、他のやつを起動した方がいい？あ、体験版消しちゃったからな。ゲームをやめるってできるのかな、ゲームをやめるはできないのか、ゲームを終了ってできるのできないんだね、それはできないんだね、クズだなやっぱり。それでほんとクズだな、設定どこよ設定項目どこよ、え、どこでやるの、コントローラーの設定、え、どこ、設定ってどこでやるの、は、ここか、ここか、またハトがもう、またハトが木持ってきた、加えてまた上に運ぼうとしてるうわっ、ま、巣を作り始めてんだよ、すげえムカつくんだけど、巣をね、今朝から巣を作ってんだよハトが。あれ？あ、これか。コントローラーの、どれだろうな。ロジクールの、これなんだっけな。フォースフィードバック。それか、どれを選べばいいのかな。どれかな。ねえ。これはどれを選べばいいのかな、 T150 かな、ね、ちゃんとグランツーリスモ公式だからまさかあのないとは言わないよね、うん、ね、どれだ、どれを選べばいいんだ、とりあえずロジクールがこれ1個しかないんで G29293 しかないんで、とりあえずこれにしたいと思います。でシフトアップシフトダウン、うん、これでボタンで、まあ、これでいいかな。でキャリブレーションとかあるのかな、ないのかな。これキャリブレーションとかないの、ないんだね。で一応これ、え、これでいいの、これで選択したことになるの、さっぱりわかんねえんだけど、めんどくせえなこれ、本当に本当めんどくせえな、本当めんどくせえな、
びっくりするほどめんどくせえな。タイムトライアル。でも起動するときにこれオンにしてないと、だってこれこうなってないけどな、大丈夫かな。だってゲームをさ、やめるってできないじゃん。他のゲームを起動しないと終了できないじゃん、今のやつって。あれ反応してないけど、これやっぱりダメなんじゃないの。一回電源切んないとダメってこと。クソめんどくせえな、プレステは本当に。言うこといかないだろこれ、全然。ほら、ほら、認識してないでしょ。バカだな、やっぱりグランツーは。だゲームもやめられないから電源を切るしかない。クソめんどくさいな、バカな機能だな、プレステは本当に。Xbox の爪の垢でも誠実で飲めよ。本当バカが作ったとしか思えないな、こういうところは。どこまでバカなんだろうな、これ作ったやつは。もうバカもバカもバカもいいところだよね、本当はね。よし、グッてきた。めんどくせえな、本当。びっくりするほど。あー、イライラする。あー、イライラする。お茶飲もう。連動してないじゃん。ほんとつまらねえな。ここはあのなんだっけ、あの強力な両面テープ、前案件でやった。それここに2箇所につけて、ペタッてやると動かないからさ、フローリングね。よし、ジュランツ、公式ハンドルで。頑張ってみよう。これいかねえって言うのかな、これな。これ丸ボタンじゃねえのかよ、これ、うん、タイムアタック。早くうるせえな、ハトポポポポ嫌がって今度は。お前らな、うるせえよ、そこでポポポポ、うるせえ、この野郎。やろう。しょう。本当に、洗濯物の、あの、棒の付け根のところ、あの、巣にしやがって。すごいんだよ、朝から。木が何本ある？ 10 本ぐらい持ってきて、あの、
おっことしてはゴミ食べてやがんだよ、畜生。どうなってんのかな、さっぱり意味がわかんないんだけど。さあ山内の汚ねえ邪悪な心が出てるか出てないか確認しよう。認識してないんだけど、どういうことこれ。おい山内、よし、一番右に刺すとダメかもしれないから二番目にすればいい。ないけど、これ行くのかな。行かないね。こっちだな。どういうこと山内。山内どういうことだ。で使えなかった、スポーツで使えたと思うんだけどな、気のせいかな。6でプレステ3で終わりなのかな。本当おじいの勘違い。もう待ってるとしっこしたくなってくるんだよ、ほんと。じーっと待ってるからねえの。長えなぁ、ほんと。うせえ、この野郎、やばしい。これですでにもう使えなかった。コントローラーで、あれここですでにロジクールこれしかないんだね。あ、そうなの。もう何スポーツで対応っていうか、もう追い出されてんのこれ。
美味しそうでしょ。これめんどくせえな本当。まあ、パソコンでは現役だけどね。だからこういうものを買うときってさ、本当あのパソコンで使うのがいいよ。ゲーム機で買ってももったいないからね。本当。出廷するの。え、リアサイない。セッティングないの？これも使えないの？これ使えないの？使えないの？嘘でしょ？コードかな？私横に付けないとダメとか？ツーリスモ公式でグランツーリスモコムから買った公式のハンドルが何排除されてんの？もしかして山内、これはどういうことだ。山内、山内、これグランツーリスモ3専用で買ったわけじゃないよな。これグランツーリスモで買ってるよな。これこれ、ね、グランツーリスモとしか書いてない。グランツーリスモ対応のハンドルだよな、公式の。一生もんだと思って、あの、清水の舞台から飛べるだけになって、値引きなしで買ったんだけど、公式から。これがまさか使えないとでも？これをここにつける、こうして。でもアクセル困るじゃん。今までいろんなシリーズのロジクール対応式だけど、それはどこに行ったんだ山内。おじいは怒るぞ山内。山内、これはどういうことなんだ。公式でしっかりと返事しろよ山内。
グランチュリスモコムで買った正式なグランチュリスモのハンドル、これどこに行ったんだよ、山内。山内しっかり答えろよ。別のやつに指定すると使えるのかな。じゃあまず T500 っていうのにしたら認識するのかな。あ、でもその前にあれか、ここは、あ、そうか、だから認識するかしないかだから、これをドライバーとして認識させないってことか。ハードウェア上で。山内、そんな汚いことをしてるのか？おい、こら、山内。山内。お前の、要は、野心の野望の塊で出したこのステアリング買ったおじいはどうすればいいんだ山内。設定項目だけであってこれで選択するわけじゃないじゃないか山内。人としてどうなんだこういうことをするのは。公式のものをちゃんと買ってるのに使えないわけじゃないのにどうしてこういうことをするんだ山内。納得できる解説をしろよ山内。これ本当自分のやつ選んだ方がいいな。これは信じられないだけど本当山内。いやもう開いた口が塞がらないよ山内。どういうことなんだよ。山内しっかり説明してもらおうか。設定だけどな、これを使うって設定じゃないよな。なんでさからペロ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 うるせえな。そういうことではないな。違うな。やっぱ違うよな。
ひょっとしたらと思ったけど、ひょっとしないのか、選択項目出てこないのか。山内、どういうことなんだよ。山内、最低だな、ほんと人間じゃねえ、最低だよ。クズのすることだ、最低だ、ほんと。クズと言ったら、クズという言葉に申し訳ない、ほんと。クズの中のクズだ。いやー、ひどいもんだ、ほんと。ゴミ。お？しまった、接続してるか。これこう、こう、こう、ここか。だから。でもう一回。電源入れ直さないとダメかな。来ないな。来ないな。よっ。よいしょ。来ねえな。くそー。壊れた？ああ、ダメだ。ダメだ。ピコピコってなってダメだ。使えない。おい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 、頼みますよ。え、なんでピコピコになってんの？ありゃあ、2で、なんで2で、こっちが石になっちゃったの？よいしょ。まあそういうことだな、電源入れた時にやんないといけねえのは
まああったな確かと思って。音でねえか、あのあれになってるかな、あの HDMI にしてないかな。あれこれで音出ないとどういうこと、あれ音が出ない、あのカラオケのやつ通してるから。グン、おい山内どういうことなんだ、説明しろよ。ただの嫌がらせ以外の何でもないだろうこれは。山内どういうことなんだよ。信じらんねえ。ちょっと待って、よいしょ、ダメな方電源切らねえと、電源が切れねえんだよな。これさっき電源切ったはずなんだけど、ディスク入れ替えたから。なんで音が出ない、音ちっちゃいな、なんで音が出ないんだ。こっちで行かないの、ことめんどくせえな、おい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 めんどくせえな。シングルプレイで、来た、あれか、これのこれだって選ぶんだこうして、あこっちだ、おいこれ下でだってやるの、ここに入れるから、こうかこうか、あ違うな、おいどうすんだよ、誰かやり方教えて。やっぱこれ使わないとおかしいよな、コントローラー使わないと選べないじゃん、十字キーないと。嘘だろ、コース選択できないじゃん。なんでこうしてんだ、どうすんの、これキャンセルでしょ、コース選択だって、もう一周こう回るってことか、違うよな。えこれ下どうやってやるの、こっち押したら決まっちゃうでしょ、これ押したら行くための、これは下行かない、これは戻っちゃう、ブレーキを押したのと同じ。これか、これやるのか。山内、おかしいだろう。これどう考えても。山内。これが2で認識してるから、2だと認識しないってことか。昔どうやって遊んでたんだろう。ああ、こうやってコース選択して遊んだことなかった、そういえば。
こういうやり方で、うん、そう言われればコース選択はできなかったのかな。カット、そんなそこまでつまんないかったかな。グランツーシックスもうちょっと遊べるゲームだと思ったけどな。こんなにつまんなかったっけ。これはこれをこうやっていくんだよな。あ、パオか。パオか。まあ、パオでいいや。だから結局クイックで遊ぶしかないってことか。そうだね。あの自分の好きなコースは遊べない。山内、お前の能力ってのはこういうもんなんだよな。結局ここまでなんだよな。山内、お前の能力はここまでなんだ結局。タイムトライアルとかも選べないんだよな、これで。山内、上のコースしか選べない、下のコースが選べないな、どっちにしても。山内、お前はつまらないものしか作れないんだな、本当に。上につまらないものしか持ってこないじゃん。しかも上に楽しいコースがないじゃん。天候変化しかないよ。もうこれしかないからね。山内、上級レベルになってるな。でもこれも同時上下で選べないでしょ。山内、周回数2周なんて走れないよ。つまらねえな山内。ほんとクズ。ちゃんとマニュアルになってんだろうな。つまんないだろう、ジェランツって。ほんとつまんないだろう。なんでこんなつまんないものをみんなあのジェランツなんて、さっぱり意味が理解できないんだよ。この視点は何なんだよ。コックピットにできないの、なんかよ、クイックオプション。視点を変更したいんだけど、おい、下に、あー、できねえのかよ。最低だな、山内。
か。あ、こんなに難しい。つまんねえだろこれ。
タルで曲げらんない。本当どう考えてもおかしいだろこれ。変な音してるし、こんなポー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 、どう考えたっておかしいだろう。なんでこれパッドが認識してんだこれ。コントローラーシップで、これは一回ちょっとおかしいな。コントローラー設定でコントローラー割り当てをこれ 1にすればいいかな。うん、これで決定、これで決定してんじゃん。決定でいいだろ。決定でで戻る。うん、これでいいだな。
これが10年前でしょ、グランツー6だからねえ。いや10年前のゲームね、いい10年前のゲーム、フォルツァもう4だと思うけど、フォルツァ4だと思うけど、あえてさらにもっと前のこれが出る前のフォルツァ3、そっち見てみようか、3を、フォルツァの3を、この古い方のやつを。いや、こんなにひどくねえから、ほんと。この音。しかも、なんか黒目だし。いや、ありえねえって、ほんとに。まあ、これパソコンで使えなかったら、ほんとに。ただのゴミだけど、あ、だから100円とか200円でさ、リサイクルショップで売ってると思うんだけど、ドライバー、海外のドライバー持ってくればパソコンで使えるからね。プレステ3はこれかな？あ、違う、Xbox だからこれかな？これだな。これが、これの後に6出てるからね。これ11年ぐらい前で、この後にフォルツァ4が出てるんだけど、2年後ぐらいに。これもっと古いやつだからね。だから これが出た後に出したの。だポリフォニーデジタルのね、実力を。しっかり止めればいい。これがもう世に出てて、後から出したのが6だからな。あ、5もそうかもしれない。5もこの後かもしれないな。で、同じ条件で、日産パオか。パオ。パオあるかな？シリーズ。4あたりだとあるかもしれないけどね。3あるかな、パオ。いやー、でも本当お笑いだよね。さあ、ジランツがいかに遅れているか。読み込み投げんなさい。お昼ご飯買いに行かないでこれ撮ってるからね。鳩の野郎、ほんとまた戻ってきてる。鳩戻ってきて、あの木をどんどん持ってきてるよ。パオ、日産パオ、ワイ切り替え、あ、違うか、マイカーリストの認識ではなくて、メーカーの、あれ？日産、あれこれどうやってやるんだ。これ今年式になってるでしょ、じゃなくてメーカー別で X で相当これでいいのか。で日産パオ、パオないな、日産のパオがない、パオがない。ちょっと待ってよ、日産のパオがない。
ないね。パオがない。日産のパオがないので、このないんだね。だからね、同じような車っていうと、じゃあボルクスワーゲン、これだ。で、アシストとか全オフでね、これか、これだな。これとどう違うんだ。これがもうリリースされて、後にズラン26が出てるからね、うん、ああ、意外と。360もね、おそらく、まだ試してないけど、これつなげれば多分これ、遊べると思うんだよね、これね。もうこれパンツのゴムだよね、これね。これ。パンツゴム。
違うでしょ。どう？違うでしょ。ねえ、全く違うでしょ。だこれが出た後に出してるからね、さっきのドレミってやつ、黒塗りの、ね、ああ、だけでね、ジュランツはやっぱどこまで行ってもジュランツってことだよね、最低。はい、なんか感じてくれたら幸いです。またね、バイバイ。